後藤春樹指圧委員の後藤と申します。電話番号はですね、098231-1928です。住所は延岡市日の出町2丁目 6-18 です。駅の東側になります。場所は駅の、さっき言いました駅の東側で、表は袋屋さん日通の走行があり、まあ、そこを目指してもらったら分かると思います。もうこの職はですね、私で2代目で、今70年目にも入ってます。まあ、私もこの業界では30年目となっております。で、私の得意分野はもうこの指を見てもらうと分かる限り、大阪で8年修行してました。大阪ではナンバーワンと言われる、まあ、新旧業界でそこで修行しておりました。まあ、指圧マッサージはほとんどなんですけど、まあ、針と呼吸、まあ、その専門分野でも今頑張ってるとこです。その他今膝疾患とか腰痛の方が多いんですけど、まあ、膝の場合ですと、まあ、針とか使うんですけど、特に、まあ、ふくらはぎをもほぐしながら、まあ、膝の痛みを緩和していく、痛みを取っていくという方法をとっております。まあ、お灸でもそうですけど、お灸はうちの、なんていうか、こう、うちの得意分野であるお灸は、灸頭神経方法で、まあ、針を刺して、そのようにもぐさをつける。まあ、これはとても気持ちのいいやり方で、まあ、女性の冷え性とかにものすごく人気があります。熱くはありません。まあ、針もそうですけど、針はうちはもう全般的に全部使い捨てです。一人一回、まあ、数回使用して、それから、完全にもう使い捨てするようにしております。で、うちはもう完全予約で一人ずつ、まあ、完全予約制を取ってるんですけど、まあ、その中で、まあ、いろんな相談事をやっております。で、現在私は地区では、まあ、民生委員、児童民生委員も引き受けて、まあ、その行政との関係も関わっております。だからいろんなことで相談を受けながら、まあ、うちで愚痴をこうしながら、まあ、心身的な面で、まあ、心身的な面というか肉体的な面でも、まあ、その苦痛とか苦痛を取り除きながら緩和していく、まあ、治療院をやっております。まあ、そんなところですけど、よろしいですかね。